レクチャー10-2で参考にした文献を示します。本レクチャー全体1から12からを通じて、ほとんどの部分は私が反対に勤務しているときに作成した講義力に基づいていますが、レクチャー10に関しては反対の田中教授の講義,講義力も参考にしました。ただ、し式の偏見については、飛躍がないように多くを追加し、 節丁寧に説明しますレクチャー10-2ではコンソールにおける流体の運動方程式を扱います。もともとレクチャー10-1とレクチャー10-2は1つのレクチャーでしたのでレクチャー10-2で登場する式の番号はレクチャー10-1で使用した番号の続きになっています。レクチャー10-2の説明の中でしばしばレクチャー10-1またはそれ以前の レクチャーで説明した式が出てきますが、それらの式の確認が必要な場合、レクチャー10の置やそれ以前のビデオを見直してください。では、重み関数に基づいて、運動方程式を空間平均化し、粒子の影響を考慮する流体の式の誘導を行います。<coughs> ナビエストドクスの運動方程式の平均化がこのレクチャーの目的です。 レクチャー8、9ではナベアストックスの式1の十4を誘導しました。<laughs> 応力以外の外力項を重力による力としそれをロー FGI と置くと運動方程式は2の14になります。この運動方程式の体積平均化はまずは2の14のすべての項の上にバーをつける 式2の10号から始まります連続の式の体積平均の場合と同様従属変数すなわち未知変数のそれぞれが平均化された形で与えられなければ数値計算の入り口にたどり着けません <coughs> 以下の変形はそのためのものですこの方針に沿った変形は連続の式においてすでに経験しています運動方程式の場合も同様ですが やや複雑になります任意の関数 A の空間微分や時間微分を体積平均した式は2の5、2の6で与えられます。2の5も2の6もレクチャー10の1で導いています。<laughs> A イコールロー FUI を2の6へ、A イコールロー FUIUJ を2の5へ代入し、 上のののの方程式式左辺、すすす。ななわち完成項を整理すると最後の式のようになりますただし何度も言いますが密度と速度の積の平均体積平均から密度の体積平均と速度の体積平均の積に直す必要があります前のスライドの最後に示した体積平均された 運動方程式の左辺を再度示します。最初の項の積ロー FUI の体積平均は2行目に示すように流体体積率 αF 密度の総平均質量平均速度の積に分離できますこの式は <laughs> レクチャー10の1の2の12です質量平均速度は UI の上に波線を引いた記号で示されており右に示すようにレクチャー10の1の2の8で定義される速度です。<laughs> 1>, 1行目右辺第2項の視線傾向の体積平均を3行目に示します。右辺は体積平均の定義です。これから変形します。 速度 UIUJ を2の8で定義される質量平均速度と変動の和と置きます UI=UI イコール、UI、波線バープラスデルタ UIUJ=UJ イコール U J 波線バープラスデルタ UJ を代入します4行目と5行目は3行目の式の ののをにした式です。4行目では平均量を積分記号の外に出しています。5行目では2の10よりデルタ UI デルタ UJ を含む式が消去できることを示しています。その結果6行目に示すようにロー F×UI×UJ の 積全体にバーがつく体積平均は2つの項の和となります。1つはロー F の体積平均、質量平均速度 UJ の積です。もう1つはロー F× デルタ UI× デルタ UJ の積全体にバーがつく体積平均です。<coughs> 流体体積率 αf を使って書き直すと体積平均から相対積平均に変わり2つ目の統合の後の式になります。ここで最後の山括弧ロー F× デルタ UI× デルタ UJ はレイノルズ応力になります。レイノルズ応力を言葉で簡単に説明すると 以下のようになります。戦断弾流の解析において運動を平均成分と変動成分に分けたとき平均成分の式の中で,中で2つの方向の変動成分の積の平均つまり相関が登場します。その相関項は平均成分の運動に対して応力項として作用します。この 変動成分による応力がレイノルズ応力と呼ばれています。もともとは時間平均に対して定義されましたが、今では本レクチャーのように空間平均に対しても用いられます。詳しくは乱流を扱った教科書または専門書を参考にしてください。2>, うん、2行目の式、6行目の式を1行目の式に代入すると 2-16になりますここで S モーメンタム SMOM モーメンタムで言いますがは S モーメンタムは運動量ソース光と呼ばれます粒子からの蒸発や粒子への凝縮がなければ S モーメンタムはゼロとなります、うん、次は体積平均された運動方程式2-15の右辺を変形します まずは圧力方向から始めます例によって例によって体積平均された関数 A の空間微分と空間微分された関数 A の体積平均の関係2の5より圧力勾配つまり圧力の空間微分の体積平均は体積平均された圧力の微分と2の18の関係を持ちます。<coughs> 右辺第1項の体積平均された圧力の勾配は2の19斜め上に示してますが2の19に示すように相対積平均の勾配に書き直すことができます。問題は赤線枠の式2の18の右辺第2項の積分です。 コンソールにおいては流体の圧力は粒子との運動量交換の影響を受けます。具体的に言えば粒子が流体抵抗によって、えー、加速される場合反作用として圧力の一,一部を流体は失います。そこで局所的な瞬間の圧力 PYT を注目する座標点 X での 相対積平均圧力山括弧 Px と粒子からの反力として受ける圧力デルタ p y t の和として与えます。局所的な瞬間の圧力 PyT にとっては相対積平均の山括弧 P は定数です。<coughs> 一定値をと,るとります。<coughs> 2の18の右辺第2項に2の20を代入すれば2の18の右辺第2項は2の21のようになります右辺第1項の面積分をガウスの定理を使って体積積分に変形します体積積分に変形した場合の非積分関数は <coughs> 重み関数 W と相対積平均山括弧 P の積を YI で変微分したものになります。積の微分公式より積分は w かけるラウンド山括弧 P over ラウンド Y の積分と山括弧 P かけるラウンド W オーバーラウンド Y の積分の和になります。<laughs> 1> 第1項に含まれる総平均山かっこ P は x のみの関数なのでなので Y ビ分はゼロになります。ゆえに2の21はの右辺第1項はこのページの 最後の式になります。ただし、重み関数 W の微分において、YI と XI を入れ替えています。そのため、符号が変わります。次のページでさらにこの式を変形します。前のページの最後の式は、 部分積分公式により。まず。一行目のようになります。二 <laughs> 行目の積分内の微分操作を。積分の外に出すと。二行目のようになります。ここで。重み関数の。空間スケールにおいて。ラウンド山括弧 P.。オーバーラウンド Y. X. や。 山格好 P の変化は重み関数の空間スケール内においてはその変化は小さいとして積分の外に出し流体体積率粒子体積 αP や流体体積 αF の重み関数 W を使った定義を用いて変形するとこのページの最初の式は 2の22となります。<coughs> 2の19、2の21、2の22を2の18に代入すれば圧力勾配の体積積分は2の23になります。粘性応力勾配項に対する 式の変形は圧力勾配項の場合と同様ですので説明は省略しますが2の24になります <coughs> 体積平均運動方程式2の1 5の中の 圧力勾配項2の23と応力年性応力勾配項2の24をまとめて示すと2の25のようになります。スモール FPI は反力ソース項と呼ばれ流体層に働く粒子層からの反力を表します。 体積平均運動方程式2の1 2 5の中の体積平均の重力項は定義に従って2の26のように表すことができます。2の16、2の25、2の26を考慮して体積平均運動方程式2の15を書き直すと2の27になります。ようやく平均化された 未知変数からななる式になりましたただしレイノルズ応力項が新たに未知変数として加わっています。レイノルズ応力が登場する場合、粘性応力はレイノルズ応力に比べ小さく通常無視できます。しかしレイノルズ応力の登場は新たな未知変数が増えたことを意味します。レイノルズ,ノルズ応力に対して 何らかの過程を用いて未知変数と与えられた式の数を合わせて式が完結すなわち閉じる形にしないと連続,連,続方連立方程式を解くことは原理的にできませんこの完結問題は入門入門的な本講義のようなところで扱うには極めて複雑でここで取り上げることは控えます幸い 粒子流体コンソールの場合特に粒子濃度が高い場合粒子から受ける力が圧倒的に大きく粘性応力は言うまでもなくレイノルズ応力のようなややこしい弧をばっさりと落としても結果に大きな差が出ない場合も多々あります <coughs> また式2-27の,の S モーメンタムについてはもっと変形しないと数値計算には使えませんこれについては後で詳しくま 説明します蒸発や凝縮がない場合 S モメンタムイコールゼロと置けます前のスライドで到達した式2の27は条件に応じて簡単になりますに流体が冷やしくの場合密度の相変相対積変平均は 通2の8で定義される質量平均速度 UI 波ンバーや UJ 波ンバーは相対積平均速度山ッコ UI、山ッコ UJ になります。つまり質量平均速度を相対,相対積平均速度に置き直すことができます。ここからは 質量ソース項、運動量ソース項、反力ソース項粒子追跡型計算においてどのように当たるかについて説明します。質量ソース項は粒子表面での蒸発または凝縮による質量増加または減少を表します。運動量ソース項は粒子層からの蒸発凝縮による 運動量の増増加または減少を表します。反力ソース項は流体層に働く粒子層からの反力を表します。ではまず質量ソース項の場合から始めます。質量ソース項は上に示すように定義されます。図には一つの粒子 K を示していますが通常検査体積内には 複数の粒子が存在します。複数の粒子からの質量の増減をカウントしなければなりません。個々の粒子からの増減を考慮すると、S マスはシグマ記号を使った式のように書くことができます。この変形において重み関数が積分の外に出されていますが、 個々の粒子表面の積分において重み関数の空間変化は無視できるからです N は検査領域内まあ検査体積内の粒子数です粒子系の凝発凝蒸発凝縮による質量変化は最後の式のように表せます次に 運動量ソース項 S モーメンタムについて説明します。運動量ソース項も質量ソース項と同様の考えで変形できます。運動量ソース項は1行目の式のように定義されます。図には1つの粒子 K を示していますが、複数の粒子からの運動量の増減をカウントしなければなりません。 個々の粒子からの運動量の増減を考慮すると、S モーメンタムはシグマ記号を使った式のように書くことができます。この変形において重み関数が積分の外に出されていますが、質量相続項の場合と同様、個々の粒子表面の積分において重み関数の空間変化は無視できるからです。N は検査領域内の粒子数です。 うん、<laughs> 粒子系からの蒸発凝縮による運動量変化はこのように表せます、うん。最後に反力ソース項について説明します。この項も 個々の粒子に働く流体力を合計することで求められます <coughs> デルタ P とかデルタタウはまあここで出てきます <coughs> 粒子 K に働く流体力は形式的にはこのように書けますが計算の実際においては 流体抵抗の公式を用いて表現されますまず、最終的に到達した流体の運動方程式の28を再度示します密度一定の冷やし癖流体では質量平均速度は相対積平均速度に等しくなります 物質移動がなければ右舷第4項は無視でいきます。ベータ含む。第5項が粒子からの反力を表しています。実は本セミナーの第2章2の1節の最後のところで反力ソースを示しています。そのページとそのスライドとほぼ同じものをここでここに示しております。 粒子反力項の中のベータはアルファ F イコール0.8アルファ F というのは流体体積ですがアルファ F イコール0.8を境にエルガンの式とウェンユー、U、の式が使い分けられますここで一つ気になったことを述べますアルファ F イコール0.8を境にエルガンの式とウェンユー、U、の式を使い分けたのはギラスポーという 研究者ですールににおいいてて上の2つの式のつつ式は連続的につながっていませんしかしそれが原因で不都合が生じたという報告はないのでまあ多めに見てもいいのではないかと思っております。うん、1行目の式には項がいろいろと出てきますが前にも述べたように粒子濃度がそこそこ高い 混層流では粒子の反力が圧倒的に大きいので近似的には粘性応力光やレイノルズ応力光が無視でいきます気体と固体の混層流では重力光も無視でいきますまあ、言うまでもないと思いますが粒子の運動を解く場合には重力の影響の考慮は必須ですここは流体の話です念のため言っておきますさらに 物質移動がなければ運動方程式は最後の行の式になります。最後の式では流体は運動方程式だけでなく連続の式も満たさなければならないことは言うまでもありません。連続の式については、レクチャー10-1の式2-13で与えております。以上で レクチャー10の2を終わります。